ダイヤモンドさん、しおりんさん、くまねパパさん、ありがとうございます。お疲れうどん、久しぶりあんなに会えてよかったね。偶然あそこであると思ってなかったから嬉しかったです。今日はポニーテールです。今日はね、アーシャアットジャムということで、アーシャで臨みました。アーシャ髪型、明日髪の毛どうするか迷ってる。マジどうしよう、マジどうしよう。こんばんは。なんか時計やばい、変な位置ついてる。あとじゃあもうお疲れ様でした、最高でした、来てくれてありがとう。全部ね楽しんでくれて嬉しかった。こんばんは、アーナです。結構その廊下とか歩くタイミング結構あったんですけど、廊下とかファンの皆さんも使う場所を通る場所が多かったんですけど、そこでアンピーって呼んでくれたりとか、アンピーだとかで名前を呼んでくださる方が多くてというかしてくださってる方がいて、それで名前を呼んでいただけてすごい嬉しかったです。いい写真撮れた、嬉しい、いいにします。ごめんね、ちょっと22時から配信予定だったんですけど、ちょっとおねむちゃんで明日も控えてるのでちょっと早めに配信します。あとジャムありがとうございました。そうすごい楽しくて、なんか9月なのになんかもう真夏を思い出させるぐらいの暑いライブでした。一応ね全部室内ではあるんですけど、もうすごいね、そうすごい暑くて、そのホッあのこっちの暑じゃなくて暑いライブ盛り上がってるかーのライブで、すごい楽しくて、やっぱりこんなに盛り上がったらやっぱり楽しいですね。はじめまして、多分ありがとう。すれ違う時名前呼ぶどころ隠れてました。でも見つけましたよ。で私ちょっと人見知りでなんか廊下ですれ違う時にちょっとそんななんかがっつりなんかニコニコなんかやーってできない、ちょっと申し訳ない。そうです、ちょっと人見知りをね言い訳にしちゃダメですけどね。アンピの写真を当ててたよ、どういうこと。そうですね、たくさんの方に見ていただけて、マイハブのファンの方も来てくださっていたし、もちろんあのね前後のファンの方だったりとかして見てくださる方が多くてすごい嬉しかったし、それで好きになってくださったりしたらねやっぱり嬉しいですね。再館ではたくさん手を振りました。廊下だったんで、ね、あんまり見てもらえなかった。そう T シャツサイン会っていうのがあって、そうっていう企画があったんですけど、そうそこは廊下だったんで結構通る人に手振ったりとか、もちろん立ち止まってくださってる方もね、マイハブを目当てに立ち止まってくださってる方にももちろんだけど、通りすがり人に手振ってたんですよ。割と帰ってこない。返してくれる方もいる、すごい嬉しいですね。なんてとこですかって聞いてくださった方もいて、えへ、今日も幸せな時間ありがとう、目が合ってドキドキした、来てくれてありがとうございます。俺も人見知り、今日はショールーム行く4回も可愛い、ありがとうございます。そんなありがとうございます、こちらこそ。オレンジステージでいくつか写メを撮ったので後で載せておきます。楽しみ、ありがとうございます。そう写真だけ OK だったんですけど、皆さん可愛く撮っていただけましたでしょうか。もうすごいコールとかもたくさんしてくださって、なんか自分の名前を呼んでいただけたら、うわー嬉しいってなる、嬉しすぎて歌詞飛ばしそうになる。そのぐらい嬉しいです、ありがとうございます。
ハッシュタグマイハブ写真部できる人羨ましい。いつかねそちらにお伺いできた時は遊びに来てください。カメラ部ほんと助かりますそう今日は物販がいつもライブ後にあるんですけど結構珍しい、そう先にあるタイプで、そう10時からだったんですけど来てくださる方がいて、そう行った知り合いから安否の写真送られてきた。あーまたあんな安否うまく撮れたと思う。嬉しい、楽しみにしてます、期待してます。髪の毛明るくなった、ポニーテーなんだからかな。まあ日に日にちょっとなんか MV 前にちょっと染めてちょっと暗めの色を、だからちょっと明るくなってるかも。でもねここら辺が多分ちょっと黒いんじゃない、わかんない。でもあ何言おうとしたっけ、あそうやっぱアットジャムってやっぱいろんなアイドルさんがいらっしゃるからこうやっぱすれ違ったりするのだけでも嬉しくて、ステージもね見に行ったりとか、 JKT48 さんのステージ見に行ったんですけど、すごかったです。なんかすごかったです、なんかねすごかった。スタイルいいし顔ちっちゃいし手足長いし腰の位置がもうまずそもそも違うし、もうなんか膝の位置も違うし、そうでなんか歌声もすごい素敵で、なんかダンスもね綺麗でねちょっとセクシーだった。そうめっちゃすごかった。そうアットジャムはなんかいろんなアイドルさん見れる機会だからすごいね堪能してきました。ねたくさん来てもらえて嬉しかったです。プーパンアットジャム楽しかったです、ありがとう。アビかわいい、嬉しい。行った知り合いから写真来ませんね、日本語もうまかったですよね、その特徴に。え、そんなこと言ってもらえるの、ありがとう、ありがとうございます。そう写真撮れなくてバタバタしちゃって、そう撮れなくて、朝日さんとも、あんなぎラビッツの朝日さんも一瞬は会えたんですけど、一瞬というか特典会されてる途中に、そう特典会じゃないサイン会かな、ちょうどステージ終わりが被っててってなったんですけど、楽屋がどこか分からなくてそうご挨拶行けなかったです。ジャムズさんは今日朝のステージで、私たちが始まる時ぐらいかなだったからちょっと会えなかったです。楽屋もどこか分からなかった。うん、ティフとは違った話があった。そうですね、やっぱティフは外だし野外だし結構移動とかもあったりすると思うんですけど、なんだろう、アットジャムは結構なんか自由さもありつつ、それはメンバーか自由さがあるなそうなんか違いますよね、違いますよね。マイハブ堪能しました、ありがとう。今日ツーステージ見たの、ありがとうございます、嬉しい、見てくれてありがとう。ツー振り合った時いた、そう振り合いましたそうケータリングも美味しかったです。アットジャム初参戦だった、あーそっか、そうですね、マイハブとしても初めてのアットジャムをね楽しくこうやって終えれてすごく嬉しかったです。キャーも可愛いね、ありがとう。そう興奮な毎日、今日でした、ずっと興奮する。ご飯とかも美味しかった、ご飯とかもヤンニョムチキンのお弁当とか、あとチーズフォンデュもあったり、あとアイスとタピオカもあってタピオカ最近
最近飲むようになって、やっぱりルカちゃんの影響かな。ルカちゃんがやっぱタピオカ好きで、タピオカっていう話題を出るとあ飲みたいと思って飲んだりしてるので、なんかタピオカ一切飲んでなかったんですよ。もう高校2年生ぐらいから飲んでない、飲んでないのに最近は結構かなりの頻度、今とか1週間に1回は絶対飲んでる。なんか偶然にもタピオカなんかね、やっぱはま流行った理由が分かる。毎回食べるために美味しいってなる。そうハーゲンダッツ美味しかった。美味しかったです。かタピオカ専門店ありますね。タピオカさん減ってしまいコンビニ飲んでる。あーそっか。なんか私バレエ習ってた時があって、高校生の時、その時にバレエ習ってる、バレエから駅まで最寄りの駅こうの間にタピオカ屋さんが 4個とかあって、どこに行くか毎回話し合って決めたり、今日丸々と丸々はこっち行く、丸々はあっち行くみたいな、で先そっち一緒に行こうよとかしてたぐらい、私が高校生ぐらいの時に多分タピオカめっちゃ流行ってました。当時そうですね、土日とかは行列で、でもバレエの後に行くから結構夜だからめっちゃ並んでるわけじゃないけど、まあちょっとは並ぶけど全然 2,3 人許容範囲な感じだったけど、昼間とかはねやっぱ並んでたし、そうバレエの前とか結構飲んでた気がする。みんななんかみんなバラバラに来るのにみんなタピオカ持ってくるとかあるぐらい、高校生の時はやっぱタピオカブームでしたね。そうタピオカのはしごできる、いろんなタピオカ屋さん行ってこれ美味しいよとか言ってました。懐かしい。でも最近はなんかあんま挑戦できなくて、抹茶ラテが最近めっちゃ好きで、めっちゃっていうかめっ、ま、抹茶ラテ最近ではないんです、結構前からずっと好きなんですけど、飲み物を頼むってなったら抹茶ラテあったら絶対抹茶ラテ頼んじゃうぐらい今そう美味しい。ジアレイめっちゃ好きでした。私黒糖のやつで上になんかココアみたいの乗ってるんですけど、ジアレイ調べてみて、あるんですか今も。え、もう秋葉原のないですよね。ありますか。 AKB 劇場のめっちゃ近くにジアレイあったんです。私そこ行ったことありますよ絶対。ココタピ、あーし、え、ココタピって COCO ですか。茶道部関係ない、やばいでも私茶道部だったんです。知らない方もいらっしゃると思うんですけど、私茶道部でした。やばくないですか。そう茶道部でした。茶道部で行き場の部でした。そう兼部してて、茶道部と行き場の部兼部してました。結構いい娘じゃないですか中学校の時。お茶菓子のためにとかじゃなくてお作法を学びたいなと思いまして、してました。茶道っぽいことお願いします。あ、なんだっけ、なんか言うんですよ、なんかね忘れたバレー部じゃないです。バレーは習い事でやってました、踊る方ね。やばい部活でやってただけなのに箱入り娘ってきたあー結構なお手前で、そうそうそれそれ、そうそうそうやってました。ちゃんと茶道部と行き場の部は週1で、茶道部は週2あって、まあほぼ週1みたいな感じなんですけど、そうやってましたね。そう文化祭がすごい楽しかったです。結構運動部とかは何もなんか文化祭で披露することがない。中学校の時文化祭は歌ってクラス、あ、全校じゃないわ、学年で合唱があって、あとはもう文化部の披露とかだったから、そう私はもう本当に茶道部でずっとお茶を立てたりとか出したりとかしたことなかった。みんな
この時間どう潰してんだろうみたいな気になる、気になってた。文化祭いけばな部も前日に花を生けて展示してましたそう、で私いけばなちょっと苦手でした。なんかこうなんかあるんですよ、いけばななんかあって、まず種のやつをここ3点とかであるんです。そっからもう自由に生やしていいんですけど、なんか長さもあるんですよ。なんかねお皿の長さでこう測ってこうして斜めで切るみたいな、いけばなそういうのがあって、で今もう覚えてないんですけど、先生がまずこうしますっていうのでやっていくんですけど、途中からはもう途中からというかその軸みたいなのを3本ぐらい立てたらでも自由なんですよ。いやそれが私そういうの苦手でな、苦手で、そうすごい嫌でした。で毎回お花持って帰れるからそれはちょっと嬉しかったけど、電車とかで電車で帰ってたんです、マリンライナーで、だからちょっと恥ずかしかったですそう楽しかったけど、あとでも高校生の文化祭は私全然何もしてなくて、高校がちょっと普通の高校じゃなくて女子校なんですけど、私立で結構なんかいろいろ専門みたいなのがあって、専門コース的なのがあったからそっちが主で、なんか屋台出せれるのは3年生だけだったんですよ。だから3年生が屋台してるのを食べに行ったことしかないけど、1年生の時のこと全然覚えてなくて、あ1年生の時私推しの3年生がいて、そうその方がレジとかなんか私のをやってる時間に行きました。それは覚えてます。でも何食べたか覚えてない、マジで何食べたか覚えてないんです。私が高校2年生の時は先輩はなんかこういうあのなんだっけ角煮まん売ってました。角煮まん売ってた、それは記憶ある。私は2年の秋でちょっと引っ越しをしてそこの高校じゃなくなっちゃったので、そうもう文化祭というものをねやってない、だから本来のみんなが俗に言う文化祭をやったことがないんです。なんでさ文化祭の話してるんですか私、えどっから文化祭の話になったんだろう、めっちゃアットジャムの話してたのにさびっくり。高校生の時そうですね乃木坂さん大好きでした。中学2年生から好き。あー前ハブ文化祭やりたい、何しようかな、男しかいない男子校だったんですか、私女子校でした抹茶ラテあたりから、あそれだ抹茶ラテが原因だね、タピオカからだタピオカ原因だった。そうでも美味しかったです。なんか私がそのタピオカの飲んだ写真をアップしたら、ハッシュタグつけてアップしたら、それをねなんか店員さんに見せたら、ファンの皆さんがこうこのアイドルがこれしてるので飲みに来ました的な感じで写真見せたら、トッピングが無料になるらしいんですよ。乗せた方がいいですよね、トッピング無料ですよ皆さん、すごくないですか、行きましょうよ、私写真あげますね、行かないならちょっとあげない意地ある。そう私の写真見せたらトッピング無料になるらしい。あ美穂ちゃんあげてた、そう関西のとこでも多分そう、そこのお店限定、ココっていうお店限定なんですけど、私はね一杯無料券もらったんです。やばくないですか、今日も無料なのにもう一杯無料になる、やばくない、2杯無料になってる、やばーい嬉しい、すごい優しくてラブ。そう全あいいよ、そんなパワーがあるのかタピオカ飲んだことない方いらっしゃいますか、
その一杯ください。なんでやねん。お疲れ。でも飲んだことない。ぜひなんか、あ、私家庭科の授業でタピオカ習ったことあるんですよ。タピオカ粉みたいな。そう、なんだっけ、なんか芋のやつかなんかです。なんかお腹で膨れるらしい。だから結構タピオカ夜ご飯になる。ほんまにお腹いっぱいなる。600円ぐらいするかも。そうでもね、私そのバレエやってた時夜ご飯にしてたとかある。めっちゃタピオカ倍量とかにして夜ご飯にしてたとかしたことあります。ゴンチ入り浸ってた。配信で誰かタピオカ作ってた。タピオカ作ってみたい。わらび餅の硬いやつ、なんて言ったらいいのあれ。なんかね、なんだろう、ジェリービーンズがもちもちした感じ。いっちゃん分からん。味はジェリービーンズじゃないですよ。味じゃなくて食感はジェリービーンズがもちもちした感じで、味は何なんですか、あの味。むずいですよね。あ、タロイモとかそんな感じ。え、すごい天才。くん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 さん。あ、キャッサバだった。タロイモじゃなかった。すごいとか言っちゃった、ごめんなさい。キャッサバだ絶対。待って、全部に同感してる私やばくないですか。あ、絶対それだ。あ、こっちだみたいな、やばい。ごめんなさい、不確かな情報を喋ってしまった。キャッサバだ絶対。習ったもん、習ったのにさ、タロイモとか言っちゃった。ごめんね、初見さんなのでコメントしてくださって本当にありがとうございます。タロイモです多分、絶対に。タロイモも合ってますきっと。本番台湾はちょっと違うらしい。ごめんよって、ごめんよ、気を使わせてしまって私のせいで。でもね、私最近海外旅行したくて、っていうのもパスポート高校2年生の時に作って、そう作って、でもその時修学旅行がハワイだったんです、高校の。だから撮ったんですよ。でも結局高校転校しちゃったんで、アイドルになるために転校しちゃったので、そう修学旅行行けなくて、でずっとパスポート使わないまま終わって5年で、切れる前に更新したんで、切れたらめんどくさいって言うから10年を更新したんですよ。でまだ取りに来てないんですけど、そう海外に行きたい。こう取ったのに行かないってもったいないじゃないですか。行きたいです。で結構 YouTuber の方見るんですけど、 YouTuber さん結構海外に行って動画撮ったりしてて、それで、あ、いいなってすごい思いました。そうで結構みんな韓国は言いますよね。まずはやっぱ近いですしね、割と。スキーマークついてるけど安否は会ったこと気もあるので。ありがとう。今行きたい国は、そうですね、シンガポール行きたいです。すぐ私って影響されるタイプで、ここいいよって言われたらすぐ行きたくなるタイプで、私が好きな YouTuber さんが最近シンガポールに行ってたんです。多分シンガポール、そうで、すごい楽しそうって思って。そうシンガポールはずっと暖かいんですかね。なんかプールとか、プールの中に水族館、プールと水族館が一緒なところがあって、プール見ながらなんか、でもねちょっと怖くない、なんか魚と同じ水で泳いでんのかなって気持ちにはなっちゃうかもしんないけど、ガラス張りで流れるプールで、ガラス張りのこっちが魚泳いでるみたいな、ここが魚展示みたいながあるらしくて、実際にそれ行って動画見たんですよ。すごいって思って、それしかもこう流れるプールのここがこうよくさ水族館でさこうアーチになってて、ここ通ってここに魚泳いでるみたいなあるじゃないですか。それの流れるプール版があって、行きたいなーってすごい思ったんですよ。ありますか、知ってますか、ね、福岡からね韓国近いって言いますよね。そうね、台湾も言いますね。ずっと熱帯か。今はシンガポール29度。うん、
魚に見られてる。確かに泳いでる姿、魚魚もねびっくりだねシンガポール行ったことあるけど日本人にも食事合う。あー、それ結構大事ですよね。ゴージャスな流れるプール、そう、それを見ていきたいなって思いました。そう、しかもなんかシンガポールはなんかその規則が厳しいっていうじゃないですか、その綺麗を保つためのとか。だからちょっと行きたいなって、綺麗綺麗っていうあれで。そうね、食べられないようにしないとね、おさめさんに。住むのは厳しい。あ、そうなんだ。なんか遊ぶのには遊ぶところがいっぱいあるらしい、シンガポール。その人たちが言ってた、私の好きな YouTuber さんが。わかんないけど、そのゴミ捨てたら罰金みたいなね。マレーシアも厳しいらしい。私いとこがマレーシア住んでたことあって、お父さんのお仕事の都合で。今は日本にいるんですけど、そう、そう住んでました何の情報もない、住んでたっていう過去しか知らない。待って、これ何時？結構ベラベラ喋ってる。ああ全然。そう住んでて、そっから行ってから会ってないから。行く前は会ったんですよ、マレーシアに行く前は。その後は会ってないから、そうどんな感じだったとか聞きたい。そうマレーシア在住すごいですよね。話聞きたいけど、そっから会えてないから。聞きたい、どんな感じだったとか。そのお母さんの弟の家族なんですけど、マレーシアに行ったのは。お母さんの弟さんには会いました。弟さんお母さんの弟さんには会ってご飯はしました。その時に、その時はずっと幽霊の話してました。ちょっとね見える系のタイプらしくて、別に時々見える系で、なんか私についてとか分かる系ではないんだけど、そう聞きましたその話をずっとしてて、シンガポールの話聞くの忘れました絶対違うよね、幽霊の話聞く場合じゃないよね。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。ぜひ皆さんでね、心霊体験したことあるよっていう方いたら、私大好きなのでそういう話教えてください。特典会来てください。はい、ベーコンのせペペロンチーノ、美味しそう。いいな、ペペロンチーノ。ペペロン、怖い心霊体験あるんですか？結構割と誰でもあるみたいな提唱があってですね。そう、いや私はないですね。まあなんかあれは何だったのかみたいなのはあるんですけど、まあまあまあそんな怖い話を持ってなくて。やっぱちょっと心霊話があるって結構ネタとしてはすごくないですか？いい持ちネタじゃないですか？持ちネタをちょっと増やしたいです私は。悲しみだったかもっていうのが一回ある。なんか時々タクシーの方に聞くUFO 見たい話も教えてください。おしめに見つからないとき心霊のせい？一回だけそれっぽいの。でもね、生きてたらいろいろありますよ。波長、そう波長が合うと見えるとかね、なんか聞こえるとか言いますよね。幽霊より人間が怖いんですね。そういうさ、なんか人怖っていう分類もあって、その幽霊話で怖いもあって、人怖っていうのもあって、人怖、一歩間違えたら危なかったとか、そういう人怖っていう話があって、それも YouTube で見るんですけど、めっちゃ怖いです。お化けとかよりも断然怖いです。なんか一歩間違えたら、そうとか、一歩間違えてたらこうなってたかもしれないみたいな話、めっちゃ怖いです。自分もその選択肢をね、こうやって歩みながら生きてるんだなと思うと、日々ね日々毎日大事にしていきたいなって本当に思います大事な話。お電話に書いたのにまた手紙書かないといけないやつやんって書いて送る。どういうこと？あ、何もない。テレビで紹介されたスポットに若い子すぐ行きたくなって行ってた？霊感全くないけど話は好きで YouTube 見る。それわかる、私も。てか今日夢見たんですよ。
ホラーゲーム？ホラーゲーム。今日なんか2個ぐらい3個ぐらい夢見て、そう寝つき悪くて、そもそも昨日、まあ、最近ずっと夜型すぎて起きるのが10時とかだったんです。でも昨日は11時半に起きたんだよ朝で、こう前日がその次の日、まあ今日ですね、朝早い6時起きた。まあまあ皆さんからしたらね、平日そんなもんだろうって感じで、私としたらすごい早い気持ちで、6時6時かと思って、その6時に起きれるために早く寝なきゃいけないじゃないですか。逆算して、まあ、9時に起きようと思ってたんです昨日で、9時に目覚ましかけてたんです朝けど、は結構私起きちゃうんですよ最近。起きちゃって5時とか6時8時に起きて、いやこれは多分私9時起きるわと思って何を思ったのか分かんないけど、私は いいわと思って消したんですよ目覚まし時計。そしたら起きたら11時半になってて、そう11時半になってて、あれれれれみたいな。そうで結局寝れなく、全然寝れなくて昨日ね、そう全然寝なかった。しかも夢めっちゃ見た。リータンがアイカツカード持ってくれてた。そう。でも絶対朝起きれるんです。目覚ましで一発は起きれるんですよ。でも私その強い意識がありすぎて、5時起きる時とかは結構なんだろう、頻繁に起きちゃう。1時間ごとに起きちゃう。え今何時やばいかもと思ってパッと起きて、あまだじゃんと思って寝たりする。そうなんか意識が強すぎるのかな、わかんないですけど。で昨日全然寝れないから北枕で寝ました。北枕で最高でした。わかんない、違いわかんないけど、こんばんは。人は何時に起きると強く思って寝るとその時間に起きるらしい。うん、来た来た枕。またねー、またねー、こんばんは。そう明日はアンレイムさんとのそう対バンなんですけど楽しみ。北枕ね、そう北枕良くないみたいなって私も思ってたんですけど、最近配信でそう別に北枕はそういうなんか逆にいいらしいみたいなのを聞いて、そうそうそれくらい睡眠で疲れ取れます、いやいや、え待ってギフトずっと見えてなかったごめんなさい、え待ってごめん、ギフトずっと見えてなかったごめんなさい。いにちゃんタワーありがとう、ひきごむらさん、ゆうすーさん、いなっちさん、東京 TK 局長さん、ぐーさん、ひろっちさん、いなっちさん、かわすとおるさん、ていせうのぐさん、山田太郎さん、ソーリーさん、絶対他にも投げてくださっている方いるよね。えごめんなさい、なんえごめんなさい、コメントしか見えないとこ押してた、ごめんなさい、ごめんね、いにちゃんありがとう。まだもう一個のお礼もお見せできてなくて申し訳ない。9月分でバッて出すね。ありがとう、今日はたくさんありがとう、コールもありがとう、めちゃくちゃ嬉しかったです。うーんありがとう、写真もありがとう、タワーもありがとう、カズキンさん愛してる、ありがとう、愛してる。今日は何日ですか、ああ15か、9月15、
ありがとうございます。タワーありがとう、たくさん会いに来てくれてありがとう、待ってくれててありがとう。安否だよ、ありがとうございます。必ず絶対にお礼をさせていただきますのでお待ちください。やばい、プルってやっちゃった。私ご機嫌いい時これ時々やっちゃうんですよ。そう、私ずっとなんか時々やってて、でもどういう時に鳴らしてるか分かんなかったんですよ。プルって、でママに機嫌がいい時にしてるねって言われてから確かにってなった。明日も行けない分明後日何とかしようとしてる構えです。楽しみにしてます。明日はもうチケットがね完売されてるようなので、そうなんですけれども、そうでも話土産なんて言うんですっけ、なんとか土産持って帰ってくるんで、皆さん可愛い清潔着てくるんで楽しみです。楽しみ、とても今日も楽しみだし、明日も楽しみ、明後日も土産話か。そう、あ待って、え今日ちょっと待って、見てますかね、見てますか、見てますか、あなたですか。今日その前からね、マイハブ、私が加入する前からマイハブをしてくださっているファンの方に、そのアンビちゃんの話をね前のファンの人から聞いたんだけど、なんか途中からあざといキャラに変わった、なんかそんな感じのこと言われた、途中であざとくなったみたいなっていうのを聞いてって言われて、えみたいな私にあざとい要素あったんですかと思って、で普通に誰だろうと思って、え誰が言ってたんですかって聞いたんだけど、後から思い返せばめっちゃなんか、あお前誰が言ったんだよ、いやいやみたいな胸ぐら掴んでる感じに言っちゃってたらどうしようって感じなんですけど、え誰が言ったんですか誰ですか竹松るさん、ゼファーユースさん、ありがとう。そう、どこがどうあざとか私あざといというかはね、なんて言うんでしょうね、何キャラですか私は。これはあざといという感じではないですよね、なんかなそうね、リータンのようなね、あざとさ、はい、なんだろう、チーカーキャラかな、チーカーキャラなのかな。あー TikTok ね、そうあざといが悪いとかではなくて、全く個性だし、あざといってことはまあ可愛いってことなので褒められてるんだなと思うんですけど、そうらしい。なんかどちらかというとちょっと皆さんに圧を与えて、えなんだえみたいな、ちょっと言っちゃうから、なんかどちらかというとね、なんか逆ではない、あざといの逆はね、あそんな全然なんか責めてるとかそんなんじゃなくて、あのね、なんて言うんですかね、なんか私圧をかけるキャラ途中からそのことを言われてんのかな、そのことを言われてるのかな。そうえでもね、私ねちょっと性格変わったと思う、ちょっと落ち着いた気がする、私落ち着いたと思います、私結構落ち着いたし、結構ホワホワなったと思う。中学校も結構ホワホワしてるって言われてたんですけど、それよりもホワホワしてると思う、多分分かんない、そんな感じだったんかな中学校の時も、分かんないけど
でもなんか、マイハブだったか落ち着いてますか？やばい、大人になった。でも確かに、じゃあアダトアンピもね、ぜひ取り入れていきましょう。可愛いだけじゃダメですか？はじめしつさん、ありがとう。返しが冷静になった。落ち着いたと思う。あ、やっぱ落ち着いたと思う。だってやっぱ大人なんですね。やばい、大人ですね。大人安否降臨です。まあなんか最初は、あ、こう言ったらこういう風に受け取られるんだと思ってっていうのを学びましたね。だからどれだけマイルドに聞こえるか。で、毎日マイルドに生きてたらちょっとパッて言った言葉が結構ね、グサッて刺さっちゃうっぽいので、そう、そこには気をつけて生きていきたいです。パッてパッてね、ちょっと刺しちゃうことがあるかもしれないので、ね、それはそうならないように、ね、気をつけています。落ち着いてると思ってました。 ありがとう。寝ながら配信はしませんね。フィオリンさん、アギありがとう。戦士ワイルド、ミスターさん、いいね、ありがとう。私はね、多分言葉足らずなんですよ、絶対。そう、表現、語彙力がなくて表現の幅が狭いんですね。喋るのは、喋る、ここ喋る、このありがとうのありがとうに全部なんか、なんとかなんとかで私はこうで嬉しかった、本当にありがとうみたいなじゃなくて、楽しかったありがとうみたいな。でも私の楽しかったありがとうにはこういろんな意味が含まれているんですけど、それがちょっとね、伝えるのが苦手なので。そうなんですよ、それがね、今後の目標にしていきたいですね。でも私、反射速度が遅いんですよ。反射結構ね、反射速度、脳みそがね、あの泥泥ぐらいな感じで、ドロ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 流れてて、血はさ、多分サラサラだと思うんですけど、知らないですけど、ちょっとね遅いです。でも本読んでるんですよ最近。しかも私、小学校の時とかも結構本読んでて、なんか本いっぱい読んだでしょみたいなも賞を取ったぐらいなんですよ。けどね、こんな感じ。読んでないのかな、ちゃんと読めてないのかも。恐竜、そう、語彙力を身につけるね、アンナになっていきたいですね。そう、考えてる証拠、よかった。まあね、特典会でね、ぜひね、私の語彙力を引き出してください。お願いします。そう、ぜひ一緒に語彙力アップしていきましょう。ということで告知をします。明日アンレムさんの対バンです。そして明後日は、KT、ゼップ横浜に立たせていただきます。すごい楽しみです。ゼップに立てるっていうのがまずそもそも楽しみなんですけど、こう3日間こうステージが続くっていうのはすごいやっぱアイドルとして幸せなことですし、幸せ、幸せなので、そう、楽しみたいなと思います。でもステージを楽しむにはファンの皆さんのお力が必要だし、ファンの皆さんが来てくれないと私は楽しくないので、来てくださったら嬉しいなって思います。やっぱね、こう好きで来てくださる方がいっぱいいる方がやっぱ楽しいですし、こうコールとかいっぱいしてくださったらね、より楽しいので、ぜひ平日の、メモるってなかった、ごめんなさい。平日のね、18時17時台だったんですけれども、お時間合う方ぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。おじさんありがとう、カストルさんありがとう。明日も楽しみます。
生きごもらさんありがとう。でもあ話変えようとした、やめよう。みさらさんあげー、ありがとうございます。そしてあ明日いいですか皆さん、大事なお知らせがあります。明日の23時59分ね、定期公演のチケットとファンミーティングのチケットの申し込みが最後です。これ多分本当の最後になるかもしれません。ぜひ皆さんお待ちしております。ですね、定期公演の方はライブちょっと何曲か増えるかも、お楽しみにって感じで、撮影可能タイムもあります。でファンミーティングはそう企画を教えていただいたんですけど、またね発表されると、発表というかちょっとちらっとね告知動画を撮ったんで流れると思うんですけれども、ファンの皆さんと楽しめる企画が詰まっておりますので、ぜひ来てくださると嬉しいなって思います。そうファンミーティングのこともね考えてます、探しましたなんでしょうということで、ぜひお申し込みお願いします。そしてリリースイベントが9月22日日曜新宿、9月29日日曜タワーレコード渋谷で行われます。楽しみです。リリーベはこれで一旦落ち着くのかなって感じなんですけれども、なので来てくださると嬉しいなって思います。そうどちらも13時ぐらいかな、14時13時お昼の時間なので、ぜひ日曜ぜひ来てください、よろしくお願いします。リリースイベントはもう本当に距離も近くて、そう距離も近いし新曲がたっぷり聴けるし、撮影の可能タイムもあって、その後お話個別お話もできます。こんないいイベントがそう行われるんですよ。で来てください、お待ちしてます。ということで、これからねさらに上を目指してみんなで頑張りますので、応援してくださると嬉しいです。そして TikTok も今日は更新できてないんですけれども、焼肉の動画昨日上げたのでぜひ見てください。結構今日の特物販でそう焼肉の話をしてくださる方が結構多くて嬉しかったですぜひ見てください、フォローもお願いします。そして X のフォローもお願いします。そう X、 そう今日言われた、カラオケ配信のことも言われた。そうフォロワーさん2000人でカラオケ配信しますねって言ったんですけど、ちょっといろいろね立て込んでて、嬉しいことにちょっと一旦落ち着いたら来週とか、来週やばくないですか、もう今週じゃん定期公演あるの、やばくない。来週は結構落ち着いてるんじゃないかなって思うので、そこでできたらいいなって思ってます。ちょっと決まり次第って感じです。焼き肉見ました、お腹すきますありがとうございます。こんばんは、焼肉絶対行ってやるんだから、うん。久しぶりで言うなさすぎてご遠慮くだ、いえいえ来てくださっただけで嬉しかったです。私も緊張しちゃって次は徐々に、私以前アイドル活動した時のあるゲームの報酬そう特典でジョジョ園のカードギフト券もらってて、何回3回ぐらい家族3人ママパパアンナで3回は行ってる、4回かな行ってるけど、まだなくなってないジョジョ園やばくないですかそうまだあるんですよ。そうクリちゃんとは行けなかった、クリちゃんと行こうねって言ってたんですけど、タイミング合わずに。写真ください、全然写真とか撮ってないのでまた行ったら撮りますね。そう結構ギフト券もらってて、
何回も言ってます。あ、ギフト券使うかって言って行くんですけど、日本にいるのでまた絶対会いに行きます。それはそう、日本にいるなら来てください。国境を越えない。炎上しちゃう、どうしよう。ということで今日は配信見てくださりありがとうございました。お久しぶりだよって言って来てくださった方も、いつも来てくださってる方も、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからね、もっとね、いろんな方に知っていただけるように、明日明後日もステージ続きますし、明日は特にね、こうね、他のアイドルさんとも絡む機会になるので、すごい楽しみにしてますし、頑張ってきます。来られる方は気をつけてきてください。明日お休みでお家でゴロゴロしてるよって方、たくさん寝てください。もぴらさんありがとう、配信見てくれてありがとう。焼肉ライクで安否なし見せたら救えますか。ごめんなさい、まだそこまで到達してなくて、そうなれるように頑張ります。みなるんさんありがとう、桃太郎さんありがとう。ということで、例題送らないで。誕生日ます、10歳いなっちさん、12匹ごもらさん、11位しおりさん、10位神あつしさん、9位川瀬徹さん、8位ウルフさん、7位ピーピーさん、6位アイスレモンさん、5位くまでパパさん、4位ホセさん、3位おかっぴさん、2位かずきんさん、1位いにちゃん、ぎょうさん、どうもありがとうございました。乗れさせてください。いにちゃんありがとう、配信見てくださった方、コメント見てくださった方、ギフトくださった方ありがとうございます。ギフト読めてなかった方がいたら本当に申し訳ございません。ということで、明日も配信します。メイクしてるから。今日はちょっと時間変えちゃって申し訳ないんですけど、配信なその30分の予定だったんですけど、話止まらなくて、文化祭とかなんかね、いきなり違う話とかしちゃったんで、そうこんな時間になっちゃって、こう詐欺なんですけど、まあ、米田コーヒーみたいな詐欺ですね。いい詐欺をできて私は良かったです。楽しい時間を一緒にね、配信でも過ごして嬉しかったです。ではありがとうございました。おやすみたーん。